無線電子は香港の民放テレビ局である。法人の名称は電子広島有限講師。略号は t v b 香港初の地上派テレビ局として1967年に放送を開始。1972年に全面カラー放送化を達成。1991年にはステレオ放送を開始した。香港域内向けにアナログ放送の関東語と。 英語各一チャンネルの放送を行うほか、無料地上波デジタル放送や、有料放送チャンネルが数チャンネルあり、さらに国外の家境、家人向けに衛星放送、ケーブルテレビや自社開発の IPTV である、マイテビスーパーと TVBA New h e a e を通じて放送を行っている。最高清水湾の旧電子場1965年、香港成長は、 新たに地上波テレビ放送免許を与えることを計画し、放送事業者の募集を行った。6事業者が免許申請した結果、TVB の前身である香港電子が免許を獲得した。関東語で放送する翡翠大と英語を中心に放送するみんなまの2チャンネルで、1967年11月19日に放送開始した。 無線テレビを意味する無線電子という中国語の通称は先行したテレビ局、霊的衛星が無線電子の放送開始当時、有料の優先放送だったこととの対比から来ている。当初は免許取得の条件として、一定の割合で海外の放送局の番組を購入して、関東語に吹き替えて放送することになっており、香港で制作される番組は少なかったが、 1980年にその条件が撤廃されてからは地元制作番組が増加した。この年に経営権が香港の映画制作会社小ブラザーズの社長で会社創業者でもあった小逸尾に移ってからは経営の主力を映画から無線電子に移し局舎の移動や放送設備の更新を行い番組制作能力の向上が図られた。 1973年には、霊的衛星が無料の地上波テレビに転換し霊的電子となり、1975年には、よ、霊電子が開局する。香港には3つの地上波テレビ局が存在するようになり、視聴率争いも激烈を極めた。霊電子は1978年に倒産。無線電子は、 アス電子や1993年に開局したケーブルテレビ局優先電子の番組の影響を受け、様々な問題や批判を受けながらも、長年にわたって香港で視聴率トップの座を維持している。一方、制作費の増加や世界的な経済不況の影響で経費削減を余儀なくされており、制作部門を中心に人員削減が行われている。報道姿勢については、 2009年6月4日の64天安門事件20周年で大規模な市民集会が行われた際、特別番組を編成したアスデン氏に対して定時のニュース番組で扱うだけに留めた報道姿勢に香港市民から批判の声が上がった。中国共産党に配慮した報道内容に変貌しつつあるとの批判がある。社会的には TVB 有料放送への加入を誘う高齢者を狙った悪質なセールスが社会問題となった。2009年7月には強制的に TVB 有料放送と契約をさせられた加入者が自殺をする事件まで発生した。参考報道記事政府では契約時の契約方法の変更などの対策を実施する方針を明らかにしている。さらに2010年3月には CEO のチンシグモラ経営陣5人が敗人の疑いで連征講署に逮捕されたが有罪とならずに経営陣に復帰する事件が発生した。2014年香港反政府デモが盛んになると無線電子の政府より変更報道や民主派側に立つ表現をタブーとするつぼめの姿勢が顕著になり市民からの反感及び批判が激しくなっている。明日電子が いわゆるゴールデンアワーに海外制作ドラマや時事討論番組やドキュメンタリー番組を中心に放送し、ドラマとバラエティ番組が中心の無線電子にとっては脅威となる番組がなかったためか、無線電子制作の番組もコンセプトや出演者が似たり、寄ったりのドラマや料理関係の番組、または主に日本や台湾などで放送された番組を放送券を購入してリメイクするか、 あるいは内容を少し変更して別の番組としたものあるいはゲーム番組が放送されマンネリ化や内容の低俗化が指摘されている。香港特区政府はこのような状況を改善し放送局間の競争を促進するため2009年に新たに2局の無料放送の免許発行を行う計画を発表した。2013年には 優先電子系の奇妙電子と PCCW 系の香港電子娯楽に免許を交付する方向が固まった。無料放送を実施するためには常に番組制作と放送を続ける体力が必要とされる中、港語については2015年4月1日付で12年間の無料放送免許が交付され、2016年4月6日から、関東語で2017年3月31日から、 英語でそれぞれ無料放送を行っている。2016年の段階で放送開始の見通しが立っていなかった奇妙電子は2017年5月14日から関東語で2018年7月30日から英語で正式に放送を開始した。明日電子の番組制作能力が低下したことから無線電子の一人勝ち状態となる一台独大状態が続いた。 このため無線電子の香港芸能界に対するご利用しも目立つようになり、2008年には4つの大手芸能プロダクションとの間で音楽著作権量の交渉が決裂し、無線電子がプロダクション所属歌手を実曲制作番組に出演させないことを発表した。出演禁止は長く続き、2012年に解決するまで多くの歌手が無線電子の番組から姿を消し、 アス電子の番組に出演し、一部の番組では、当該プロダクションが、著作権を持つ楽曲の差し替えも発生した。2013年には、無線電子と所属芸能人との間で結ばれていた、契約条項に含まれる、無線電子以外の放送局の番組から取材を受ける、場合は、関東語以外の言語で対応するなどの芸能人に、 不利な出演契約の変更を芸能人側が裁判に訴え無線電子側が敗訴したことは多くの芸能人に歓迎された2015年4月にはアス電子に対する地上波放送免許の更新が認められずアス電子が使用していた周波数は2016年4月以降香港電子娯楽と香港電台に引き継がれた2016年10月中国大陸のメディア王で 中国共産党党員のはじむずいつよが無線電子の副会長及び小ブラザーズ会長に就任した。視聴率は現在も高いものの近年は視聴者離れが指摘されているライバル局であったアス電子が2000年以降の中国資本参入による混乱で長期低迷状態に陥った頃から一代独大と呼ばれる一強状態となった。 競争相手の弱化により、TVB 制作番組や出演者のマンネリ化や番組内容の低俗化が見られるようになり、報道姿勢が香港政府、中国共産党寄りに変わったことから、知識層や若者層の TVB 離れが進み、主な視聴者層は、習慣的に TVB のチャンネルを選択する低所得者層や、高齢者層、在宅の主婦層などとなっていった。 2014年香港反政府デモが盛んになり TVB の政府より変更報道や民主派側に立つ表現をタブーとするつぼねの姿勢が明確になるともともと知識層及び若者層に広がっていた TVB 憲法の傾向がさらに顕著となった2015年1月に明報が調査したアンケート集計結果によるとデモに反対する政府支持層の80%以上は TVB を主な情報源とする低所得者層及び高齢者層であり反対に高学歴者や若年層が多いでも支持層は TVB を全く見ないという結果が出ている2015年4月1日 ATV の2016年4月以降の放送免許更新が打ち切られたことで一時は香港の地上波放送は実質的に TVB 一局のみの状態に陥る 可能性が高くなり、さらなる視聴者離れが懸念されていたが、2016年4月2日に、香港電台、4月6日には、香港電子娯楽が相次いで地上波放送を開始した。本社は2003年に落成した電子広波場にある。深海の将軍行くにあって、スタジオや衛星放送用送信設備などを備えており、公開番組の収録なども行われている。 自社にタレント養成所を持ち、これまでに数多くの有名俳優や歌手を輩出している。香港の俳優や歌手の場合、一部の大物を除いて、アス電子か無線電子のどちらかと専属契約を結んでいるため、いかに著名なタレントを多く抱えるかが重要となっている。現在映画界で活躍している俳優にも、無線電子出身者が多く、超ユンファやアンディラウ、 中法しハセなどが代表格である。無線電子が主催しているミスコンテスト、香港社ジェ出身の女優も多い。株式を香港証券取引所に上場している。長年、香港の映画会社ショーブラザーズの創業者の一人で、あるショー、イ一オが、筆頭株主で、1980年以来、会長職を務めてきた。2000年代後半から、ーが、 会長退任と持ち株の売却を考えていると、たびたび報道されていた。昭は102歳を迎えた2009年末をもって、会長職を退き、非執行会長となって、代わりに章の夫人である片井津花が公認の会長に就いた。その後も持ち株の売却についての動向が注目されていた。2011年に、 株式の多くを新たな株主や団体に売却した結果、大株主の座からも退いた。昭和2014年1月7日に106歳で死去したが、一族は引き続き一部の株式を保有している。TVB はイギリス領時代に中国共産党に対して批判的な報道が多かったが、2009年頃に報道大改革を行い、香港政府及び、 中国政府よりの報道姿勢を強めている。基本的には中国政府に都合の悪い事件や社会問題についての報道であっても現場中継を交えて放送されており、報道の自由は保たれているものの、中国政府の発表や中国政府首脳による演説や外遊などをニュース番組の冒頭で逐一報道するようになり、その一方で政府批判のトーンを弱めるなど、 偏った報道姿勢になりつつあると批判を招いている。2009年6月4日に香港のビクトリアパークで開かれた大規模な64天安門事件の20周年追悼集会ではアス電子が特別番組を編成したのに対し無線電子の被水台ではわずかな時間のみの報道にとどまったことから視聴者や新聞報道により批判され 国営テレビ中国中央電子台と同じ立場にあるとして CCTVB と揶揄された。生放送の中継リポーターの後ろに無線電子のスローガンをもじった紙を掲げて批判する市民が立ち、そのままニュース番組で放送されたが、直ちに無線電子公式サイトからはこの映像が削除された。一方、2009年に発生した新疆 ウイグル自治区での騒乱事件に際しては、無線電子の記者が中国当局に連行された上で取り調べを受ける事件が発生し、それに対して放送記者が中国共産党の姿勢に対して抗議のデモを行うなどしている。2017年度に行われる行政長官選挙の普通選挙を求める民主派学生による2014年香港反政府デモでは、 デモ参加者を連行した香港警察の警察官が建物の陰で参加者を暴行する現場を撮影、早朝には放送されたが、その後、上層部の指示によって報道内容が言い換えられた。そのため、報道部門をはじめとする有志が抗議文を公開した。しかし無線電子では、その後抗議文を提出した社員有志に対して処分を行った。 2019年に逃亡犯条例改正案を発端に起こった民主化デモでは警察がデモ隊に催涙弾を投げる場面などがほとんど放送されなかったりデモに参加したり支持したりするような言動を行った社員を大量解雇している。無線電子は1日の全番組を中国関東省各地のケーブル局を通じて配信しており本土側の視聴者も多いと言われている。 中国共産党への批判や民主化問題、中国各地での騒乱事件など、中国当局にとって好ましくない話題では、中国人の被害や共産党政権がとった対策などは放送されるが、当局や中国人側の問題については、その部分を香港政府の政府広報に差し替えて配信している。こういった場合、差し替えられた部分は、唐突に番組が中断されて、 CM が流され、再びニュースに戻るという不自然な放送となっている。時間帯によっては、香港で流されている CM を、地元放送局がその地区の CM に差し替えて、放送しているが、切り替えのタイミングが合わずに、番組の冒頭が欠けるなどの問題もあり、中国本土の視聴者からは、なぜニュースや番組をカットするのかと批判を受けている。ただしこれには、 香港と中国の政治体制とメディア規制の違いが複雑に絡み、中国での配信は中国の規制が適用される事象の一つである。インターネット向け放送としてニュース専門チャンネルタガイドを新聞台が無線電子ウェブサイト内で24時間放送されており、その中で香港派やアシタや六天半新聞報道などの地上波で放送されている番組を同時放送の形で見る。 ことが可能である。HDTV チャンネルである、高清翡翠台の放送の配信も再開されている。それ以外の翡翠台やみんなまの番組は、インターネット向けには配信されていないが、無線電子ウェブサイト内の、マイテビや YouTube の TVB チャンネルで、放送済み番組のダイジェスト版や予告編を見ることが、できる。 なお2012年後半から無線電子公式サイト上で提供されているインターネット配信を視聴できるのは香港域内の IP アドレスに制限されており日本から視聴しようとすると著作権保護のため配信不可とのメッセージが表示され視聴できなくなっていた2015年現在多街道新聞台のみ視聴可能な状態となっている 1967年の放送開始以来、日本のテレビ局から数多くのドラマやアニメを購入し、関東語に吹き替えた上で翡翠台と J2 台で放送しており、人気を集めている。最近では、翡翠台では関東語に吹き替え後のアニメ番組やドラマを放送しているほか、何これ、珍百景の放送系を購入し、映像素材を使用して新たに、 スタジオ収録部分を制作して放送した番組1奇0 0をもむきが人気を呼んでいる。J2 チャンネルでは NHK の東京かわいい TV のようなファッション関連の番組やテレビ朝日のミュージックステーション、日本のテレビドラマを字幕付きで日本語のまま放送している。一方で自社制作のバラエティ番組などに明らかに日本など 他国の番組などを模倣した番組が多く、一部に批判がある。料理バラエティ番組、美女厨房という愛のエプロンとほぼ同じ内容の番組では、女性ゲストが食べられないものを作ることで笑いを取ろうとする低俗さと食べ物を吐き出す、捨てるなど粗末にすることに対して視聴者から苦情が寄せられているが、視聴率も良く人気番組となっていた。 香港の俳優エリック・ツァンが司会を務め、1995年より断続的に放送されているゲーム番組進む門人シリーズは番組スタッフが日本のゲーム番組を研究して番組を制作していると語っており、食物を使ったゲームなども根付いている。主に香港在住外国人向けに放送している名主題では多くの番組が英語で放送され、 最近では標準中国語の番組も増えてきつつあるが、かつては英語が母語ではない外国人向けに、各国で制作された番組を、関東語に吹き替えずにそのまま放送する時間帯が存在した。在港日本人向けには、毎週日曜日の午前に、日本の日本テレビ放送網で制作された、週刊トピックス番組、NNN ウィークリーマガジンと、 日本テレビ制作のバラエティ番組を吹き替えなしにそのまま放送するジャパニーズアワーという番組が放送されていた。2001年に名玉台で毎週日曜日に香港公開大学の放送が始まったのを契機に放送時間変更などを経て扱っていた日経広告代理店が番組名ジャパニーズアワーと共産スポンサー企業等は変更せずに 番組をそのまま、アス電子に移動して、放送を継続した。その後、j p タイム TV と解題し、主に、香港、マカオ住民向けに、日本の観光情報を紹介する番組に、リニューアルされた。2016年4月1日のアス電子の、地上放送提案後は、香港電子娯楽に、再び移動して、Go!Japan TV として、番組を継続している。ニュース番組、 六点半新聞報道、広市通話新聞報道、ニュース a t 七時三十分に続いて放送される、天気予報、天気報告、ウェザーレポートでは、香港地区の翌日の天気の外況を、人の行動を描写したアニメーションで伝える。なおアニメーションの登場人物は、甘ねぎ先生、英語ではフレディと呼ばれており、1 9八十年代の初登場以来、香港の住民には、 おなじみのキャラクターとなっている、海外製作ドラマ、特撮、など、J2 代など自動代、明治代、ありがとうございます。